どうもこんにちは、お疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回ですね、補助金、交付金、支援金、給付金という国から、民間の企業とか個人に一方的にね、配布されるお金とビジネスの関係についてちょっとお話していこうかと思います。デビッド・アトキンソンさんという方がですね、これは経済学者の方なんですけども、よく言うんですけども、あんまり市場にお金を回しすぎると、本来だったら潰れるべき中小企業が潰れずに生き残ってしまう。つまりはゾンビ企業が生き残ることによって市場っていうのが硬直化するんじゃないかなと、競争力を失うんじゃないかなっていうふうに考える、そういった部分がありました。これは一見筋が通ってるように思えるんですけども、いかがでしょうかね。この世の中にはなんであの会社存続してるんだろうとかね、あの人何をやって暮らしてるんだろうみたいな方がやっぱり一定数いるんですよね。中には補助金交付金を不正に受け取ってなんとか暮らしている、最近ではね、コラボみたいなところがね、話題になってたみたいですけど、私はよく知りませんけども、つまりはNPO 法人みたいなね、そういうふうな公的支援を受けながらとか、税制上の優遇を受けながら、宗教団体もそうですけども、細々と生き残ってるところがいて、それはどうなのって考え方があるわけなんですよ。はっきり言って理屈から言うと、こういうところは不正にお金を受け取っているとすればですね、あまり許されることではないのかなと思います。それによる社会的な費用の負担、つまりは一見するとね、税金がそういったものの財源になっているようですから、それに合わせて言いますと、おかしな徴税を私たち、一般国民がされているっていうことにもつながるわけですよ。しかしですね、ここには2つぐらいの大きな考え方の転換が必要になってきます。一つは本当に世の中の財源は税金なんでしょうかってことです。結論から言うとこれ違うわけなんですよ。支援金、給付金、それからその他の補助金なども全てこれ国債発行によって賄われてるんですよね。そしてこの国債発行が必要のない方に配られてる例っていうのもあるんですよ。でもこれは本当に必要ないのかってことになります。こういうふうな話をする前に一つですね、ビジネスっていうのは何なのかってことをお話ししなければなりません。ビジネスっていうのは儲けるためにやる。そういうふうに多くの方が思いがちですけども、実はこれが最初のスタートラインとしても違うわけなんですよ。ビジネスっていうのは誰かの困ったを助けるためにやるんですよね。で、お金を稼ぐっていうことだけを考えてビジネスをすると何が起きるかっていうと、例えばね、高速取引っていうのがあります。これは例えば FX でもちょっとね、例えて言うと言えるんですけども、金額の安いうちに高速で取引して買っといて、そして一瞬でもその価格が利益に転じた場合に売るみたいなことをオートメーションでずっとやるわけなんですよね。確かにそれはお金が儲かります。ただ社会的な意義は全くないんですよ、これは。ただお金を増やす人がいて、そこには困った人が助かるという仕組みが入ってません。私が FX をやってて、唯一ね、これはどうなのと思うところがそこにあるんですけども、 FX で勝てば勝つほど誰かが喜ぶかって言ったら、喜ぶのは自分だけなんですよ。で、私が利益を確定するたんびに誰かが損切りしてるわけなんですよね。損切りしてる人って何かサービスの対価としてお金を払ってるわけじゃなくて、単なる言ってみれば超反博打に負けてお金が吸い取られてるって話なんですよ。ですんで、ビジネスだとお金を払った人っていうのは自分の必要なサービス、財を受け取って満足してありがとうってお金を払うんですけども、 FX に関しましてはただお金がなくなるだけで、畜生しまったお金なくなったっていうふうなね、悔しさとか遺恨が残るんですよね。そう考えていくと、本当にお金儲けだけのためにビジネスをやるっていうのはどうなんだろうかっていうところに来るわけですよ。で、私は反面ビジネスもやってますので、満足いただけるサービスや商品を作ることによってその対価をいただいてます。で、お金を払ってサービスを提供した後で、こんなもんいらないみたいなね、クレームがやっぱりない方がいいじゃないですか。やっぱりリピートも起こしたいですし、商品の評判が私の速稼塾10年というものにつながってますんでね、やっぱり途中で評判があるければとてもじゃないけど10年やってませんし、詐欺師扱いされてしまえばね、10年も稼げませんのでね、やっぱりそこには商品の影響力が確実にあるからつながってるんだと思いますし、サービスやサポートを怠らないっていうところに信用が積み重なってやっと10年になったと思うんですよ。さあ、その中でね、中小企業零細の中でゾンビ企業っていうのがあるとします。このゾンビ企業っていうのは一体どんな社会的益を投じてるんだろうかと疑問に思うのは当然です。いや、これ結論から言うとこれもね、あんまりないとも言えるんですよ。じゃあその会社がなくてもいいのに、なんでね、生き延びさすためにいわゆるゾンビ企業化させて、アトキンソンさんが言うように潰さないんだってことになりますけども、実はね、この市場っていうのはビジネスで成り立っているようですけども、一つの家族とみなすことができるんですよ。で、皆さんも家族の中にお父さんがいて給料を稼いでくる。お母さんがいてお子さんがいる、この関係っておそらくですけども、まあ、共働きは別にして考え方としてはね、お父さん一人がお金を稼いできて家族の残りはみんな使うっていう立場だと思うんですよ。つまりは生産するものが一人で消費するものが残り全員ってことになりますんで、相当お父さん頑張らないといけないわけですよね。そして、こういうふうな形を取ることによって、まあ、子供たちは飢えることもないですし、必要なものをお父さんから買ってもらうこともできると。そうした家計管理を例えばお母さんがするなり、家計の中の食事を作ったり、働くための環境をお母さんが一生懸命作ったりみたいな分担が行われて、子どもたちも将来はこういうふうになっていこうかなっていうふうに考えたり、お父さんお母さんを楽にさせるために頑張って勉強しようかなって思っていくわけなんですよ。さあでもね、これを社会と捉えた場合、稼いでる人だけが価値があるんですかってことなんですよ。実際に稼げもしないような中小企業を全部潰すと何が起こるかっていうと、その中小企業は確かに稼ぐ能力がなかったかもしれない。でも放り出すことによって、もしかしたら野暮になってね、自暴自棄になって物を盗んでまで、とにかく生き残るために暴力をしたりとか不正をしたりする人が増える可能性があるんですよ。つまりはビジネスをきっちりやろうと思うと、社会が安定するってことが大事なんですよね。じゃあ社会を安定させるために、もう一歩間違えたらおかしなことをしちゃう可能性がある人がやっぱ潜在的に社会にはいるわけなんですよね。でもそういう方も困窮させないようにすることによって、いわゆる暴動が起きなかったりとか、盗みを犯さなかったりとか、自分たちが生き残るために金持ちから取ってやるみたいなね、そんなことが起きなくなってくるわけですよ。私が小学生の頃、幼い頃なんですけども、銀行強盗っていうのとかね、あと誘拐っていうのがまだありました。やっぱり貧富の差がそこはあったんでしょうね。お金持ちの子供を誘拐してさらってきて、それで身代金を要求するみたいなことがテレビドラマじゃなくて本当にあったわけなんですよ。でも今そういったものは何を潜めましたというのが、一人の人を誘拐するのもかなりのね、エネルギーと人員と計画が必要なんですよ。でそこまでしても、ほとんどの場合が成功しないわけです。特に日本では誘拐事件が成功したことはないんですよね。大体誘拐してきた子供がもう維持ができなくなっちゃってね。で、途中で計画が頓挫して、で自首するみたいな形になってしまうわけなんですよ。でそういったことを考えると、ちょっと極端な例ですけどもね、悪事に手を染めるよりも補助金助成金をもらうことによって細々と生き残った方が世の中全体のバランスが取れるよねってことになるんですよ。でそのうちに一時期は元気がなかったね、中小零細、それから補助金とか助成金とか、場合によっては生活保護で暮らしている方も何らかのチャンスが生まれるかもしれない。もしくはその子どもたちが奮起してですね、また社会に一つのことを起こしてくれるかもしれないっていう形で、今は無理でも人間には先がありますからね、逆転する可能性があるわけなんですよ。でそういった可能性を残しておくのも社会の役割であり、ビジネスで成功して稼げるようになった人の、一つの、社会への恩返しなのかなと思うんですよ。こういう考え方があります。会社ってのは何で利益を上げられたか、それは商品やサービスを買っていただいた方のため、そして平和な世の中を作ってくださった、残念ながらあまり豊かさに恵まれなかった皆さんのためという、考え方なんで、決してビジネスってのは自分たちだけで利益を上げたわけでもないですし、自分たちの実力で稼いだわけじゃないと。本当に世の中全ての人のおかげだということなんですよ。そして商品ができれば、やっぱり所得の低い人もね、もしかしたら買っていただけるかもしれない。それによって、企業ってのは支えられているという考え方なんで、たまたま自分たちはお父さんの役割で稼いでいく役割、社会にいろんな財やサービスをもたらす係になったけども、でもそれを受け取ってくださる方がいるからこそ成り立つんだっていうようなね、そんな考え方なんですよ。ですのでビジネスってのは必ずしもお金を稼ぐためだけにあるわけではなくって、世のための人のためにあるわけだっていうふうに帰結するわけですよね。ですので私たちもビジネスをするときに、自分さえ稼げればいいと思ったら、もうね、いい加減なサービスを売るようになるわけですよ。そして売り上げを立てたらサポートしないみたいなことになっちゃうんですよ。そうじゃないと。やっぱり自分の商品やサービスに共感してくださって、そして一定の信頼関係を築いてお金を払ってくださる方のためにまず尽くしていこうということです。その後では無料のコンテンツっていうのがね、出せる余裕も現れますんで、自分の売り上げを確保したら、今度はね、売り上げが立たなくてもいいから無料のサービスとか無料コンテンツを提供することによって、お金が払えない人に対してもプラスアルファのサポートができるんじゃないかなっていう、このバランスでできていると思いますけどもね。はい、じゃあ今回は以上でございます。皆さんもビジネスの、本質をね、考えてみると、実は稼ぐためだけにあるわけではなくて、誰かのためになるためにビジネスっていうのを使うんだってことに気づけるんではないかなと思います。本日は以上でございます。ありがとうございました。